東海大学附属札幌高等学校は、北海道札幌市南区南沢五条一丁目一番一号に、ある私立高等学校。東海大学の附属校であり、東海大学札幌キャンパスが隣接している。現在の略称は、東海大札幌、東海札幌であり、以前の略称は、東海大4、東海大4校。校舎が小高い山に位置するため、 豊平川側方向から登校するには、少々長めの階段を登ることになる。階段自体には、ロードヒーティングが整備されているため、当期間は常時通行可能。しかし、降雪した深夜、早朝、降雪した量によっては融雪機能に影響するので、多少歩きにくくなることがある。林と斜面に囲まれているため、降雨による土砂などの流出物。 周期の落葉で路上が汚くなるが、付近住民の方が掃除してくれたり、生徒による郊外清掃でゴミ拾いが行われる。海岸中部付近には、東校のテニスコート、下部付近には、生徒専用の自転車駐輪場がある。駐輪場はよそにもあるが、利用は当初が一番多い。学校としては、指売りの広さを持つ、体育館を有する。 東海大学の札幌キャンパスに隣接しており、渡り、廊下から繋がっている。大学側付近には、上鉄バスのバス停、東海大学前があり、真駒内駅まで運行されている。東海大学附属第四高等学校、中等部。ありがとうございます。